アルタシャバンにあるアルメニア文字の彫刻アルメニア文字で記されたマルコによる福音書アルメニア文字はアルメニア語の表記に用いられる文字である38文字からなり大文字と小文字がある初期順序はラテン文字と同じく横書きで左から右に向けて順次書いていくアルメニアの歴史書によればアルメニア文字は聖人メスロプマ一つによって 404年に作られた。一音一文字の原則や、左から右への初期方向、そしてアルファベットの順序から、ギリシア文字を参考に作られたと推定される。ただ、各字母の字型は、メスロップが全く独自に考案したのか、それとも以前からあったものを改造したのかであるとする、説と、ギリシャ文字であるとする説などがあるがわからない。なお、 当初のメスロップによる作成時は三十六文字であったが、後世にいくつかの文字が追加された。さらに、創世当初から時代が下るにつれ若干、あざたの変化した字母もある。また、メスロップの作成文字は大文字のみであったが、十二世紀頃に筆記体をもとにして小文字が生まれた。三十八文字のうち、八つが母音、三十が子音を表す。 表音文字である。また、アルメニア語の句読点などの記号は、現代の西洋言語のものとは、形も用法も、幾分異なっている。アルメニア語は、西方こと,と東方ことに対別され、方言によって一部の文字の音価が異なる。アルメニア文字のアルファベットのことを、アルメニア語では、最初の二字の字母名を取ってという。下の表は、東方ことによる、字母名に基づいている。 中、五島、五中最近では、の代わりに、と書く場合が多い。は、筆記体から発生した活字で大文字がない。句読点などには、以下の記号が使用される。これは、あなたの本です。これは、あなたの本ですか。これは、あなたの本ですか。アルメニア文字の書体は多様であり、同じ文字でも、時期などにより、書体が著しく違うものがある。例えば、には、 ラテン文字の H とほぼ同じ形のもの、その大文字の2は、ラテン文字の R の縦棒が書けるようなものが存在する。ユニコードの収録位置は、以下の通り。Windows のアルメニア語キーボードの配列は、以下の通り。対応フォントの内フリーで入手できるものを以下にあげる。ありがとうございます。